皆さんこんにちは。駅前プラス庭光代です。日に日に気温が上がっていきます。ウォーキングやジョギング、筋トレ、ストレッチなどで暑さに負けない体づくりをしていきましょう。さあ今回はご覧の項目をお伝えします。今週の一押し、まずは福祉 Q&A お悩み相談室です。介護や認知症、就活や相続、そんな福祉に関する疑問や不安を解決していくのがこのコーナー。今回はどんな疑問が寄せられているのでしょうか。人生100年時代、健康で豊かな人生を送るためにも不安は少しでも減らしておきたいですよね。高齢者の認知症や介護、子どものいる家庭や障害のある人、身の回りに福祉に関する困りごとはありませんか。蟹市のスペシャリストたちがあなたのお悩みを軽減します。さて今回の相談者はこちら、社会人の息子がいる A さん55歳です。ある日息子が障害を抱えてしまい、何かしてあげられないかと考えているそうで。私は会社員の夫と息子と平穏な毎日を過ごしていました。ところが2年ほど前、突然自宅に病院から電話が。なんと息子が交通事故に遭い、救急搬送されたというのです。一命は取り留めたものの、怪我の影響により息子は車椅子で生活することになりました。息子自身立ち直りつつあるのですが、ふとした時に落ち込んでいる様子を見ると、何もしてあげられないのが歯がゆくて。息子や私たち家族が不安な時に相談できたり、社会参加のきっかけになるような、そんな場所はないでしょうか。その疑問、ぜひ解決しましょう。今回お答えいただくのは、障害者生活支援センターハーモニーの羽賀です。私たちは障害のある人やそのご家族が地域の中で安心して生活できるようにサポートをしています。些細なことでも構いません。いつでもご相談ください。障害者生活支援センターハーモニー、どんな施設なんですか。主に障害のある人やそのご家族から困りごと、お悩みを聞き、自立や社会参加に向けた支援をしています。必要があれば障害福祉サービスの利用手続きや情報提供などを行っています。なるほど、困った時にまず相談できる場所なんですね。どんな人が相談に乗ってくれるんですか。障害福祉サービスなどに関わってくる相談には私たち専門の相談員が対応します。また相談者と同じように、自身に障害のある人やその家族が相談員となって、同じ立場から経験をもとに相談に当たってくれるピアカウンセリングという相談の場もあります。安心して相談できる環境が作られているんですね。相談の方法を教えてください。相談は休館日を除く毎日午前8時30分から午後5時までです。ピアカウンセリングは午前9時から午後4時までとなります。窓口と電話で相談できますので、どんなことでもお気軽にご相談くださいね。窓口で利用できるサービスには他にどんなものがありますか。障害のある人の移動をサポートする市の社会参加助成券などの各種助成券の交付や、車椅子に乗ったままの状態で乗車できる福祉リフトカーの貸し出しも実施しています。また障害のある人が気軽に参加できる各種教室を開催しています。実は今もあちらの部屋でパソコン教室が開かれているんですよ。こちらがそのパソコン教室ですか。チラシ作りや表計算など
社会参加に役立つパソコン操作を学んでいるんですって。ボランティアの先生が優しくて質問もしやすいそうですよ。文章デザインとか会社にちょっとOB会みたいなのやってて、その時にこういうプリントを発行しない時ちょっとこんな風にデザインしてみようかなみたいにして使う時がたまに楽しくやってます。こちらの男性のパソコンには見慣れない画面が表示されていますね。これは一体？学問の研究に努めました。国立図書館とか県の図書館とかからこれで引っ張り出して小説とかいろいろございますので、それを聞いてます。今まではねこのできなかったもんで、ただここ来てそういうことを教えていただいたもんで、これは助かってますけど。今回のようなパソコン教室をはじめ、手言葉、音楽療法、スポーツなど毎月定期的にさまざまな分野の教室を開催しています。興味のある内容や都合のいい日程を選んで、ぜひ参加してみてくださいね。というわけで今回の回答はこちら。息子さんと A さんが安心して生活を送ることができますように。今回ご紹介した内容について詳しくは障害者生活支援センターハーモニーまでお問い合わせください。さて続いては生き生き活動していますと題し、サロンなどの地域活動を紹介していきます。住み慣れた地域でいつまでも元気に生活するためにおすすめなのが地域活動への参加です。会話は認知症や寝たきりを予防する効果があると言われており、ストレス解消にもなります。今回は片平地区で毎月第2・第4金曜日に開催される絆の会をご紹介します。ふれあいセンター長坂を拠点に活動している絆の会、中に入ってみるとおしゃべりを楽しむ人たちのにぎやかな声が聞こえてきます。月に2回開催されている絆の会、会場になっている3つの部屋は参加者でいっぱいです。この日は年に数回の手作りメニューの日、ボランティアの皆さんが朝から用意したポテトサラダなどが振る舞われました。参加者はコーヒーや紅茶を飲み、ポテトサラダを食べながらおしゃべりを楽しみます。こちらは家族の話題で盛り上がっているようですね。実の親子の話よ。実の親子でも私の方がわがままやもんで喧嘩ばっかりするっちって言ってた。楽しくっていいです。月に2回なんだけど楽しみにしてます。こういうとこ来るとみんな元気なんだなと思って、みんなに会えてね、食べられるのがいいです。顔見れるだけでも嬉しいね。前はね、食事も出てたのよ。ずっと来てます。絆の会は平成4年に発足した30年以上続くサロンです。地域の人が集い一緒に食事を楽しむ場として発足しましたが、コロナ禍で中止となり、再開後は飲み物やお菓子などを提供する今のスタイルになりました。スタッフの皆さんがアイデアを出し合い、居心地の良い交流の場が作られています。どなたでも来ていただいて楽しくお茶をしていただいて、できればたくさんのお友達を輪を広げていただければと思っています。何か手作りのものを入れた方がいいと思って皆さんで決めました。皆さんが楽しくやっぱ過ごしていただきたいことと、それから美味しいものをね食べていただければということと、あとはスタッフは笑顔でね接してほしいなって思っております。年に数回イベントなんかを催して、ボランティアで歌を歌いに来ていただいたりとか、演奏会とかを時折入れていきたいと思ってます。絆の会の開催は毎月第2・第4金曜日の
午前10時から11時30分。場所はふれあいセンター長坂です。60歳以上の人なら誰でも参加できます。詳しくはご覧の電話番号までお問い合わせください。手作りの温かみがあっていいですね。大人数参加されてとっても賑やかなサロン、絆の会をご紹介しました。足を運びやすく定期的に参加できる地域の集まりにぜひお出かけください。今後も毎月サロンなどの情報をお伝えしていきます。どうぞお楽しみに。さあ最後は掲示板です。ご覧の項目についてお伝えします。現在荒川豊造資料館で企画展新収蔵品展が開かれています。新たに加わった資料から荒川豊造に関する陶磁器、書画をはじめ豊造と親交のあった人の資料や茶道具などを展示します。開催期間は9月29日日曜日までで、期間中4回学芸員が展示を解説するギャラリートークも行われます。ギャラリートークの初回は6月15日土曜日の午後1時30分から2時までです。お問い合わせは荒川豊造資料館まで。市民活動や地域のつながりづくりに興味がある人に向けた地域づくりコーディネーター講座2024を開催します。開催日時は6月1日土曜日午後1時30分から3時30分まで。テーマはデータが語るコミュニティとつながりの重要性です。開催場所は総合会館で、受講料は500円。申し込みフォームや電話などでお申し込みください。7月以降にも3回の講座と交流会が予定されています。お問い合わせは市民公益活動センターミーツまで。番組では皆さんからのお便り、ご意見をお待ちしています。宛先はこちらです。さて次回の駅前プラスはニュース蟹市の出来事やトピックス広報斜め読みをお送りする予定です。ぜひご覧ください。それでは今回はこれで失礼します。